はい、皆さん、こんにちは。アメリカ公開です。今日はですね、今、長崎県の佐世保市にいます。今、朝の8時35分ですか。で、1月の12日、朝の8時35分ですね。なんですけどもね、まあ、朝です。で、一昨日まで新潟にいました。で、新潟にいたんですけども、いやー、新潟とは全然違いますね。もう雪は、ちょっと今曇ってますか、佐世保は。曇ってますけども、東京よりも基本1度ぐらい高いんですよ、佐世保って。で、今、ちょっと、気温調べたら、まあ当然、新潟駅周辺ですね。新潟駅周辺は氷点下です。マイナス1.何度ぐらいですか。で、今、佐世保は4.5度です。いや、もう5度も違います。5度以上違いますね。で、昨日、佐世保、昨日、早速に着いたんですけども、ちょっと歩いたんですけども、歩いた時、新潟にいた時と同じ格好で歩いたんですよ。いや、汗かきました。で、昨日はちょっと晴れてたんですよね。晴れ間が見えて、結構いい天気だったと思いますけども。まあ、それで気温も上がったんじゃないですかね。ということで、昨日佐世保に着いて、それでいろいろちょっと撮影したりとか、まあ、いろいろこう回って、感じたことも含めて、今日お伝えしたいことが、まあ、あります。ですね、これはですね、12月10日、1月10日ですか、日曜日ですね、の中日スポーツです。でですね、1都3県に、もう読んでいきますね。1都3県に緊急事態宣言が出される現状に、ネット上では2回目の現金一律給付を求めます。がトレンド入りしたということなんですよ。まあ、私のその成功、私が言うところの成功法の一つですね。で、読んでいきます。ツイッター上では、いい加減給付金をお願いします。国民にお願いばかりはずるいでしょう。そうですね。確かにその通り。こっちのお願いも聞き入れて。本当に国民の声を聞き入れないのが、この菅政権の特徴の一つです。アメリカは2回目出てますよと。出てます。3回目もやろうとしません、アメリカ。まあ、最初は600ドルかな。600ドル。3回目のその、3回目は、3回目の給付は600ドルやると。でもトランプさんが、いや、少ないからって言って、2000ドルにしようって話あったんですね。先だっての動画で私言いましたけども。まあでも、まあ600ドルに落ち着くでしょう。もう3回目やろうとしますからね、アメリカ。もうやったのかな？ちょっとわかんないですけども。で、給付金の要求は正当な権利ですと。まあそういうふうないろいろな、まあツイッターとか、まあいろいろまあ書いてあるんですけどね。まあとにかく2回目の現金一律給付を求めますのツイートが次々と投稿されたということなんですよ。でもやってないですよね。2回目の、定額給付金の支給、やってないですよね。その結果、菅内閣の内閣支持率ですけども、これ共同新聞なんで、共同通信なんで、まあ、各社よりも低めなのか高めなのかちょっとわかんないです。真偽がちょっとわかんないですけども、ただ、共同通信の世論調査、内閣支持率、続落41%ということです。で、緊急事態宣言については、79%の人が遅すぎたと判断。だから、続落したんですよね。で、まあ、ちょっと読んでいきますけれども、その、菅内閣の支持率は41.3%。12.7ポイント急落した12月の前回調査から、さらに9ポイント下落と。下落率で大体、まあ、10ポイントぐらい、10%ぐらい、どん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 下がって。まあ、下がりようでは、まあ、いいですよね。ということは、来月は、30%。再来月は20%。もうちょっと下げてもらいたいですね。今の政策をするんであれば。ちょっと読んでいきますね。で、今回、不支持率42.8%なんですね。で、まあ、政権ができてから、約4ヶ月で不支持と支持が拮抗したということになります。で、やっぱり、政府のコロナ対応を評価しないが68.3%。評価するは24.9%で、安倍政権下を含め最も低かった。そりゃそうでと、そりゃそうでしょ。この第3波収まる気配ないですか。さらにやっぱり入国もですね、結局はそのビジネス往来、結局は、やるみたいなこと言ってますからね。まあ、事の真偽最終的にはまあ、出てくるとは思うんですけども、全面停止にしなければ、まず全部、やれること全部やってください。やれること全部。今の政権。やれることを全く全部やらないからおかしくなるんで、おかしくなるんで。こんなの小学生でもわかります。でですね、まあそんなことで、まあ支持率、まあ、続落ということですけど、まあ当たり前ですよね。定額給付金出してない。
100% 粗利保証も、出してないです。で、どちらかというと、まあ、定額預金、100% 粗利保証に、関連することで、これは、1月11日ですね、昨日の NHK のウェブ版からなんですけども、読んでいきますね。で、新型コロナウイルスの影響で収入が激減した人に当面の生活費を貸し出す国の制度の利用が、去年3月以来、およそ139万件、5500億円余りに上ることが分かりましたと。5500も出したんですか ?139 万件ですか史上最多じゃないですか ?1 年間の、まあそういった期限で、まあ、区切ってみれば。で、まあ、まあ、緊急小口資金、まあ20万が上限。で、総合支援資金。これは2人以上の世帯は1ヶ月最大で20万。単身の世帯は1ヶ月最大で15万。原則3ヶ月間。借りることができるんですよね。これ、貸し付けなんですよ。無利子なんですけども、貸し付けなんですよね。だから、ここで定額金としてバーンって出せば、話は変わるでしょう。ガラリとかある。支持率だってアップするでしょう。で、まあ、返済の猶予を伸ばしたって言ってますけども、まあ、どっちみち返済すべき、返済予定のものなんでね。あまり意味ない。少なくとも、常々私以外の、まあ、経済評論家の方々も、まあ、おっしゃってる通りの、いわゆる真水にはならないんですよ、これ。融資だとか、貸付金とか、返さなきゃいけないから。で、これを、チャラにすると、返さなくていいよっていうふうになると、真水に変わります。皆さんも消費してるから、真水に変わります。ということで、これね、チャラにすれば、まだ評価は上がるんですけどもね、あれですね、自民党の西田さんが、チャレンジしろみたいなこと言ってますけどね。と、まあ、そういうことで、まあ、今回、まあ、支持率下がるのは当たり前です。もう基本的なことやってないから。もう、いつまで消費税は廃止しないか。で、いつまで定額給付金出さないのか。いつまで100%のあれを保証しないのか。もう、その、いつまでそういうふうな、やらなきゃいけない基本的な政策、いわゆる成功法をやらない期間が長ければ長いほど国民が苦しみます。と同時に支持率下がります。もう国民が苦しんで支持率下がるんだと、もうどんどんその支持率のスピードアップ していきたいですね。目指すは支持率 1%、目指すは支持率一桁台です。9% 以下なれば、もう退陣ですね。もう早く下がってほしい。でですね、まあ、特に消費税の話と関連するんですけども、この佐世保について、昨日スーパー行ったんですよ。4時ぐらいですかね、午後の4時。月曜の午後の4時だったんで、いわゆる、まあ、アイドル時間っちゃアイドル時間ですね。5時過ぎぐらいから普通だったら、まあ、混み始めて夕方のピークが始まるんじゃないかなと思うんですけど。で、その4時ぐらいに行ったんですけども、すごい、結構混んでるんですよ。一昨年の11月にも佐世保に来ました。その時も、まあ、毎日スーパーに行きました。それでも、その時と比べて、今回、昨日の方が、人倍ぐらいいたんじゃないかな。一昨年って言ったらあれですよ。新型肺炎流行る前ですからね。普通のノーマルな社会環境の下で行った時期でしたから。それと比べても今回多いんですよね。まあ確かに、スーパーとかコンビニとかの売り上げ、まあ上がるところは上がると思うんですよね。まああとドラッグストアとか、まあいわゆるエッセンシャルワーカーなんで、上がることは上がります。緊急事態宣言だったとしても、自粛、まあ、することなく営業できますからね。にしても、結構人が多いんですよ。でですね、レジに行って分かりました。で、そのスーパー、こう、なんと帽子のところにこう、プリントされてるんですよ。なんか 10% って書いてあるんですよね。10%、10%。なんだろうなって、よく見たら、レジで全商品 10% 引きって書いてあるんですよ。そう、なるほど、それでこんな混んでんのかと。やっぱり、これ消費税廃止分ですよ。10% では消費税なし分ですからね。消費税廃止するっていうのは、これだけ、それだけやっぱり、消費を刺激するもんだなというのを実感しました。まあ、佐世保に来て本当に良かったです。これを伝えたかったです。なんでね、やはり、もう私の言ってること間違ってるとは全然思ってません。この成功法、やれば、経済の刺激策になります。GoTo トラベルやめたとしても、定額給付金、そして、消費税廃止、そして、やめて、GoTo トラベルとかやめて、その金、その観光地の、その売店だとか、まあ、
売ってる、まあ、商売、売ってた、商売してる、まあ、方々、売り上げがぐっと下がっても、100%粗利保証すれば、全然問題ないですからね。やはりここに来て、やっぱり、消費税廃止、とても重要なんだなっていうのがありました。と同時に、本当にいい刺激、消費刺激策になるんだなっていうのを実感しました。これ、全国のスーパーの皆さんも、ぜひやってもらえませんか？もう、ここは、大きなところ。ライフにしろ、まあ、いろいろありますね。イトーヨーカドーにしろ、まあ、いろいろあります。月に1回でも、週に1回でもいいから、10%割引。まあ、ダメなのかな？法律上、やってましたからね。やりないことはないと思うんですよね。なんでね、ぜひね、やってもらいたいと思います。消費税10%割引。そうすると、まあ、人ガーッと集まりますから。それでもう、そういったね、売っているところから、やっぱり消費税嫌だよというふうな声、暗黙の声でもいいですから、発信していってもらいたいと思います。私もこれからどん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 言いますよ。消費税廃止、100%粗利保証、定額給付金支給、ガン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 言います。これをやらなければ、極端な話、いや、極端な話でもないか、新型肺炎収まりません。GoTo に頼るようじゃ新型肺炎収まりません。外国人、ビジネスと称して観光にやってくる外国人を抑えないんであれば、新型肺炎のこの、パンデミック状態収まりませんからね。政府は早くまともな考えをしてください。まともな政策を打ってください。難しいことではありません。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。